君は自分の欲望に素直に従ったことがあるかな？遡ること34年前の1989年、アメリカカリフォルニア州。その日、ある一組のカップルが結婚した。夫の名前はスティーブン・クレイブン。その妻の名はアデルと言った。夫のスティーブンは、後にデルタ航空に勤めるエリートパイロット。パイロットといえば高級取りでいわゆる花形の職業だ。この夫婦は裕福な暮らしが約束されたも同然だった。さらにスティーブンとアデルは程なく2人の子供を授かり、幸せの絶頂にいるかのように思えたことだろう。しかしこの時、夫スティーブンはまだ気づいていなかったんだ。妻アデルの正体は、自らの欲望を満たすためならどんな手段も選ばない、超強欲な妻。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。オソスケンちゃんです。エミヤミコです。アルゴメトリーの姉妹チャンネル、このアルゴ X ではですね、世界中の事件や歴史を深掘りしていきたいと思います。それでは早速ルナを呼んでいきたいと思います。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、エリートパイロットの妻にして欲望に忠実すぎた女性、アデル・クレイブンについて。彼女は高級住宅街に住む裕福な家庭の奥様だったんだが、自身の欲望の果てに家族を巻き込み、惨めな結末を迎えたんだ。皆さんも彼女がどんな最後を迎えたのか予想しながら見ておくれ。妻の密かな計画。遡ることおよそ31年前の1992年、アメリカケンタッキー州エッジウッドの高級住宅街。ここにある夫婦が引っ越してきた。夫の名前はスティーブン・クレイブン。職業はパイロット。彼はデルタ航空のパイロットに転職したのを機に、妻のアデルとこの地にやってきたんだ。デルタ航空は現存するアメリカで最も長い歴史を持つ世界最大規模の航空会社。エリートパイロットであるスティーブンの年収は日本円にして2000万円をくだらない。また2人はほどなくして2人の子供にも恵まれている。そんな夫婦が結婚生活を開始してから8年ほど経った頃、クレイブン夫妻は自宅のリフォーム工事を計画。その時工事を受け背負ったのはラスティ・マッキンタイヤという男だった。専業主婦であったアデルは家にいることが多いため、リフォーム工事の期間、おのずとラスティと顔を合わせることとなったんだ。実はこの時アデルはある悩みを抱えていた。そして夫スティーブンは家を留守にすることが多かったため、アデルとラスティの距離はどんどん縮まっていったんだ。君みたいな人と結婚できた旦那さんが羨ましいよ。ま、旦那さんはパイロットらしいし、俺みたいな凡人では話にならないか。そう言って自虐するラスティ。彼がアデルに好意を寄せていたことは誰の目にも明らかだった。もちろんアデルもそのことに気がつかないわけがない。ねえラスティ、あなたは素敵よ、うちの旦那よりもね。アデルは何を思ったかラスティを誘惑。そして二人は不倫関係となったんだ。しかしこの時、アデルの頭の中にあったのは恋愛感情などではない。アデルの頭の中を覆い尽くしていたもの、それは金。この時アデルは密かに恐ろしい計画を頭の中で立てていた。それは夫のスティーブンに多額の生命保険をかけ殺害するというもの。そんな時に出会ったラスティという男、アデルはこの男に夫を殺害させようと思いついたんだ。不倫相手に夫を殺させ保険金を手に入れようとしていたアデル。とんでもない強欲っぷりを見せる彼女だが、稼ぎの良かった夫を殺す理由は何なのだろう。そのことを知るため、この夫婦の関係に迫っていこう。夫婦にできた亀裂。1963年、アデルはアメリカカリフォルニア州ロングビーチで生を受け、この土地で育っていった。アデルが20代半ばの頃、後に夫となるスティーブンと地元で運命の出会いを果たす。この時スティーブンはアメリカ沿岸警備隊のパイロットになるためカリフォルニアに訓練を受けに来ていたんだ。パイロットという職業はアデルにとってさぞ魅力的に見えたことだろう。間もなく2人は恋に落ち、1989年に結婚。子供にも恵まれ、周囲からも2人は幸せそうなおしどり夫婦に見えていた。しかしスティーブンとアデルの結婚生活は実はうまくいっていなかったんだ。その原因となったのは妻アデルの浪費癖。夫が高級取りなのをいいことに、アデルは物欲を全く抑えようともしなかった。
おい、また新しいバッグ買ったのか？別にいいでしょ。あなたが仕事に集中できるのは、私が家のこととか子供の面倒を見てるおかげでしょ。これぐらい買ったっていいじゃない。家の中ではそんな怒号が飛び交い、いつ離婚してもおかしくない状態だったんだ。実はアデルは貧しい労働者階級の生まれ、子供の頃から物欲を満たすことなく貧困生活を送っていた彼女にとって、パイロットの夫スティーブンはまさに白馬に乗った王子様だった。そのためアデルはスティーブンこそが彼女の夢である裕福な暮らしを叶えてくれると信じていたのだろう。しかしアデルは欲望のままに浪費を続けた結果、夫から見放され、ついには金を自由に使えなくされてしまったんだ。そんな娘を見かねてか、アデルの母親は娘に30万円ほどを渡し、夫と離婚するよう説得もしていたという。しかし一度贅沢を知ってしまったアデルの心はそんな金額では動かなかった。そうして思いついたのが、多額の生命保険を夫にかけ殺すことだったんだ。浪費癖を指摘され、最終的に殺意まで抱いてしまったアデル、ついいらないものまで買ってしまうことは誰にでもあるだろう。実は必要以上に買い物を繰り返す浪費癖は、ある依存症の症状に当てはまっている。ここで本日のメトラーキーワード、買い物依存症について。買い物を繰り返すことで生活に支障が出ていることに気づいても買い物をやめることができない状態のこと。買い物依存症の原因はストレス解消や虚しさを紛らわすため、見栄を張るためなど様々。特に劣等感や虚栄心が強い人は買い物依存症になりやすい。アデルは貧しい家庭出身のため、自分に価値をつけようと高級なものを買い漁ることで買い物に依存していった。ただ夫スティーブンは職業柄家を分けることが多かったため、寂しさを埋めるためにアデルが買い物依存症になってしまった可能性もあるんだ。買い物依存症は深刻化すると自己破産や家庭の崩壊をも招いてしまう。それを最悪の形で体現してしまったのがアデルと言えるだろう。そしてついに計画は実行されてしまうんだ。殺害計画の全容。アデルの不倫相手ラスティはアデルから次のように持ちかけられていた。夫にかけた生命保険を分け合って一緒に新しい人生を始めましょう。しかしラスティは困り果てていた。自分一人でスティーブンを殺す勇気が出ないからだ。アデルからは自分で実行できないならできそうな人を探すようにも頼まれていた。そこでラスティはある人物の存在を思い出す。知り合いの建設現場労働者でロン・プライヤーという男だった。ロンは常に金に困っており、金のためなら何でもする男だと知られていたんだ。早速ラスティとアデルはロンにスティーブン殺害を依頼。この時提示された報酬は160万円ほどだった。この提案をロンは快諾。3人は強盗の犯行に見せかけてスティーブンを殺害する計画を立てたんだ。この時期アデルとラスティは頻繁に携帯電話で連絡を取り合っている。あまりにもアデルが長い時間電話をしているため、夫のスティーブンが注意をするほどだった。その度にアデルはラスティとリフォーム工事について話しているとスティーブンに説明していたんだ。恐ろしいことに、その通話にはラスティがアデルにスティーブン襲撃用のバールを買ったことを報告することも含まれていた。そして犯行当日となった2000年7月12日午前9時頃、ラスティとロンは人目につきにくい墓地でアデルからの電話を待っていた。当初はこの日の朝にラスティとロンがクレイブン家に行って間取りを確認、その日の夜に計画の詳細についてさらに話し合う予定だったんだ。しかしその計画に変更が生じる。この日スティーブンは朝からニューヨークへ出かける予定があったが、体調を悪くしたため自宅にいたんだ。ここでアデルは思いつく。夫が体調不良の今なら、たやすく葬れるかもしれない。さあ、みんな外で遊んでらっしゃい。アデルはまず、子供たちを外出させ、舞台を整える。そしてラスティに電話でこう伝えたんだ。計画変更よ。今からやるわ。連絡を受けたラスティはトラックの荷台にロンを隠し、クレイブン家に向かったんだ。この計画の変更からも、いかにアデルが一刻も早く夫を亡き者にしたかったのかが伺えるね。そしてこの後、計画は実行されてしまうんだ。ラスティはクレイブン家に到着すると、玄関で出迎えたスティーブンにこう伝えた。今日は地下室のシャワーヘッドの不具合を直すために来ました。リフォームのために何度も家を出入りしているラスティは全く警戒されていなかった。この計画はスティーブンを地下室へ誘導し、そこでロンに殺させるというものだった。一方ロンはすでに裏手から家に侵入、地下室に潜み、その時をじっと待っていたんだ。
ラスティと共に地下室へ降りていくスティーブン。その様子を確認したアデルはロンにスティーブン襲撃の合図を出す。ペットのフェレットが逃げてるわ。妻のそのセリフがまさか自身を殺害するための合図だとは知らないスティーブンは一瞬気を取られてしまう。その隙をロンは見逃さなかった。背後から現れバールでスティーブンの頭を何度も殴るロン。その数なんと12回。うつ伏せに倒れたままほとんど動かなくなったスティーブン。その様子を見ていたアデルはこう命令する。まだ息をしてるわね。これを使いなさい。そう言ってアデルは拳銃をロンに手渡す。そして一切の躊躇なく引き金を引く。ロンが地下室から出て帰り血を浴びた服を着替えているとアデルが再びやってきてこう言った。夫はまだ生きてるわ。とどめを刺して、アデルは再度ロンに拳銃を渡し撃つように指示。そしてこれが正真正銘スティーブンの最後だった。合計で3発の銃弾を夫の頭部に撃ち込むよう指示したアデル。確実に殺害するためとはいえ情けはなかったのだろうか。長年の恨みも込められているようにも感じるね。そしてこの後アデルは偽装工作に奔走するんだ。欲望に溺れて。スティーブン殺害後3人は別々に逃走。アデルは早速銀行に行き、スティーブンのクレジットカードから金を引き出している。そして報酬の一部をラスティに支払ったアデルは犯行の約10時間後息子と共に自宅に戻っている。10時間も間を空けたのは遺体が発見されるまでの時間が長ければ長いほど死亡時刻を確定するのが難しくなることを知っていたからだ。過去にアデルは葬儀屋になるための勉強をしていたことがある。その時学んだ遺体に関する知識を悪用したというわけだ。アデルは自宅の異変に気づいたふりをして近所の家から警察に通報。家には誰もいないはずなのに玄関のドアが開いていて明かりがついているんです。この通報を受けた警察は現場に急行。そして地下室で無残に殺されたスティーブンの遺体を発見したんだ。警察から事情を聞いたアデルは取り乱したかのように振る舞っていた。無論その目に涙はなかった。アデルのこれらの行動は多額の保険金を得るため逮捕されまいと取った行動だったが、実際のところ警察には通用しなかった。アデルの名前が捜査線上に浮かぶまでに時間はさほどかからなかった。それは彼女が普段友人にこんな内容の愚痴を漏らしていたことが警察の捜査によって分かったからだ。私夫と夜の営みをするのが苦痛で苦痛で仕方がないのよ。あの人はお金さえ稼いでくれればそれだけでいいのに。そればかりではない。他の友人に対しては殺意を隠すこともなく、ある恐ろしい願望を口にしていた。スティーブンは今頃大西洋のあたりを飛んでる頃ね。いっそのこと墜落してしまえばいいのに。警察はこの証言のほか、アデルとラスティの携帯電話のやり取りの回数が異常に多かったこと、そして2人が不倫関係にあったという情報を入手。容疑者をアデルとラスティに絞ったんだ。さらに警察がアデルの車を捜索すると、彼女や息子たちのパスポートや衣服、出生証明書などが入ったバッグを発見。それはあたかも逃亡する計画があるかのようだった。こうしてアデルはあっけなく逮捕。なんと事件からわずか8日後だった。不倫相手のラスティもほどなく逮捕され、彼は実行犯のロンについて供述。ロンもすぐに逮捕されたんだ。計画を練り偽装工作までしたアデルだったが、友人に夫の不満を漏らしていたことがあだとなった。そして逮捕後もアデルの悪あがきは続く。アデルは強盗の仕業であると無罪を訴えていた。しかし不倫相手のラスティと実行犯のロンは犯行を自白。二人が供述した場所を捜索すると、ロンが犯行時に履いていた血まみれのブーツなど証拠品が次々発見されたんだ。この時アデル、ラスティ、ロンの3人が受ける可能性があった判決、それは死刑。アデルに関してはケンタッキー州で史上4人目の女性死刑囚になる可能性もあったんだ。ラスティとロンは死刑を回避するためアデルに指示されたことを訴えた。結局ラスティには25年後に仮釈放の可能性がある終身刑、実行犯のロンには仮釈放なしの終身刑が言い渡された。アデルの弁護士は裁判でラスティがアデルを自分のものにするためロンを雇い夫のスティーブンを殺したと無罪を主張。しかし2004年2月アデルは死刑を回避するため自身の罪を認めている。そして最終的に彼女に言い渡された判決は20年後に仮釈放の可能性がある終身刑だった。判決から20年、アデルの仮釈放される日が訪れるかもしれない。事件当時6歳と4歳だったクレイブン夫妻の息子2人は夫スティーブンの兄弟の家に引き取られた。彼らも現在30歳前後となっているはずだ。自身の欲望と引き換えに不倫相手と共に父親を殺し家族を無茶苦茶にした母親の仮釈放を前に息子たちは何を思うのだろうか。
もしアデルが結婚生活に満足し、これほどまでに欲を出さなければ、今でも家族4人で幸せに暮らせていたかもしれないね。